1時間ね、めっちゃ思い出に残るね、1時間にしてほしいなっていうのは心の底から思います。だってあの、あーちょっと待ってくださいね、今タイトルテロップを、こんな卒業間際に出演してくださって、もう早川やん独占取材ですよ、独占取材、ありがとうございますこんばんは、こんばんは。ではですね、早速最初のコーナーに行きたいと思います。てぃてん、ゆのなん探偵の聞き取り調査、イエーイ。あ、ごめんなさい、間違えました。てぃてん、こはたんの卒業間近100質問0×10質問でーす。全然わからん。何？なんかだいたいあの雑誌とかでよく、うん、卒業間近の子って、うん、何々100質問ってあるんですけど、うん、100はちょっと難しいので、今日は10個ゆのなりに考えてきたので。おー優しい。こんばんは。そのあのNG なしでなるべく、でっかこのやっとこれがね、あのこれ初めて使ったんですよ、すごいめっちゃこのボードをね、これここに2人で持っとく。はい、ちょっと持ってきたので、しかもね、あのね、この入れ物もね、今日ちゃんとね、お100均で買ってきたので、優しい今日のために気合い入れてきたのでね、大好き。はい、友人ファンダさん、福ちゃん、ありがとうございます。ではまずは早速いきたいと思います。授業授業NLE に入ったきっかけを教えてください。きっかけなんやろな、コハは。はい、まあもともとみんなアイドル、はい、みんな、あ、これは全然好き、うん、やったきっかけけど、はい、年齢がさ、もうさギリギリやん、言ったらそうですよね、入るの、入るとしたらな、やから受けたのもありますね、もともとアイドルが好きやったと。へえ。あとなんか高校の時になんか音楽家におって、うん、その、うんうんうん、何やったっけ、なんか毎回なんか歌う時があるね、うん、そのみんなの前で、うん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 、でその時にこう松田聖子さんの歌歌ってやんか、うん、そう、でもみんながミュージカルの歌を歌うねん、うんうん、基本はこうそういう専攻やったから、うんうんうん、なんだら、なんか先生に、あなたはもうアイドルにでもなりたいんですかみたいな感じで、いや後日呼び出しを受けて怒られて。怒られたの？なんかそれをちょっとあの、うん、それがきっかけではないけど、うん、それをちょっと根に持ってたみたいな部分もある、うん、え、すごいけどさ、松田聖子さんとかさ、なんかやっぱユナとさ選曲似てる、うん、似てる、やっぱり相方。え、だってさ、ユナさオーディションの曲松田聖子さんなんですよ。で、あの歌唱力審査の時にコハタ雪の花歌ったんですけど、ユナももともと雪の花って言ってて、そう、あのできるの全然あんまり、そんなあのあんまりのは覚えてなかったから、あ、全然コハタの方が合ってるなって思ったんで全然大丈夫ですって感じなんですけど、優しい。なんですけどそれもびっくりで、やっぱなんか他人と周りに似てる、似てるんですよね。こんばんは。すごい、本当にアイドルだったんですごい。で、なんか根性座ってますよね。でもユナもじゃないですか。なんかマジで生徒かもユナのお姉ちゃん似てて、そういうかな、ユナのお姉ちゃん似てるってユナによく言われる。そうなんですよ、もうそういうなんか意外と、もう意外と見た目はなんか弱々しくてなんかなよなよしそうやのに、意外とメンタル強いやろ、コハタとかも、うん、そういうとこめっちゃお姉ちゃんと似てるんですけど、似てるらしい。へえ、こんばんは。まるで姉妹です。え、そう、そうそうそう、動じない。あとね、なんかコハくんは潔がいいなって思ったユナは。どういうこと、どういうこと、潔がいいって、なんかなんてやろな、うん、潔がいいんですよ。なんかあのこうイエスノーはっきりしてるくない、結構。確かに、それはそうかも。そういうとこみんな好きなんですよね、コハくん。優しい、んん、褒めてくれる。やっぱピオラジオは褒めてくれるって有名やから。
失礼、ゲスト様をよいすするでラジオなので、続いて続いてこれも大変やな実際加入してみてどうだった？どうだった？やっぱなんかアイドルはキラキラの世界がちょっと、まあ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 密着とかで裏とかも映ったりはするけど、うん、テレビで見る限りはキラキラな世界が多いじゃないですか、うん、で実際入ってみてなんかギャップがあったとか、大変や、大変大変、いや実際入ってみてどうでしたか？でもダンスやったことなかったから最初はそれが大変やったかな。確かにコアタンって歌って感じやな。ユナは入った時からもうめちゃくちゃダンスが飛び抜けてうまかった、うんうんうん、まあ、イメージ全然ですよ。いやほんまにマジで下手くそやってるのも、けどリズム感だけはあったかな。リズム感はもうめっちゃうまかった。もうオーディションの時からセレクション一緒やったけど、もうユナすごかった、うん、リズム感だけあっただけ。カーキ NNB の誇りやね。そうなんですよ本当に。そう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 、でね頑張ってたんだけど、うん、そう、アキラ先生がめっちゃコアタン大好きで、そうやな、アキラ先生めっちゃ悲しんでました。あ、そうな、え、知ってる？え、なんか美咲からちょっとだけ聞いて、それ？いや、美咲から聞いたんか。なんか美咲が悲しん、そうそう、悲しいですかって聞きに行ったら、なんかまあ寂しいなとか言ってたらしい。あれなんかユナのイントネーションやったら、うん、寂しいですかって美咲が聞いたら、うん、うん、寂しいな。そう、そんな感じ。まあ、寂しいなみたいな。ちょっとあの、あ、アキラ先生寂しがってんのはちょっと可愛いなってな。そうやな。思いましたよね。アキタンコアタンでコンビ組まって。続いて。続いて。大変や、また。てて、あ、同期との思い出ありますか？ありますよ。おえー、なんやろ、めっちゃあるけど、うんうんうん、でもゆのくんとはこのピオラジめっちゃやったり、うん、確かに最初はあのあれや、出てこやへん、あのリハ終わりにさ、あ、そう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 、あのむちゃくちゃ声のリハ終わりに大変やのにコアタンが出てくれて、全然全然で気候職人やりました、ね、やったりで、お泊まりもさ、うん、ミユとかとさ、したのも思い出やし、うんうん、したした、結構遊んで、あとさ、あれ、うん、あの、あの昼型夕方はさセットで呼ばれ、そうなんですよ、結構あのセットで呼んでいただくことが多くて、前座も2人でやったしね、立たせていただいたり、ラスト出たかったです ね悔しいけど、コハタンがね、もう毎回 MVP 取ってて悔しかった。嘘嘘、ね、コハタンほんまにすごかった、毎回大活躍で。確かにユイナさんも一緒におったよな。確かにこんなん、ユイナさんもた3人で、やっぱパクパク大ハッピーセットですね。こんばんは、ね、同期はね、あの、うん、コアの卒業セレモニーも出てくれるから、そう、楽しみ、楽しみじゃないよ、楽しみにしてよ。けどなんか最後にそうやってステージの上でコアくんのこと見送れると思うとちょっと嬉しいですね。続いて、続いて、こっから結構皆さん聞きたいと思いますけど、いつから卒業考えてた？いつから、いつからやろ、え、でもそんな結構最近かも。そうなの、年末、年末ぐらいかな、年末、年末なんて、年末って言うか、そんな、マネージャーさんとかに言ったのとかはマジでもう12月の初めか11月の本当終わりとかかな。でもすぐに、はい、わかりましたって感じかな。結構、そうなの、そんな相談もなかったよ。相談なんか誰に言ったらいいかわからんくない、うん、そういうの、なんかさ、一人に言ったらさ、みんなに、うん、
どうしたらいいんか分からへんからみんなも困るしなって思って。そうけどユナは察しちゃってユナだけやねんからコアのこと知ってたの、その発表する前に、うん、そう嬉しかった言ってくれてなんか正直にさ、けどさ正直に言わん人も、うん、おるやん秘密に。まあそれは多分メンバーのこと思ってたから、うん、もうあるやろうけど、けどユナは紅白君が正直に、そこも紅白君もやっぱ潔いなって思ってなんか包み隠さず、あなんかボルトになるしょうがないよそんな感じで、そなんで察したん、あのあれ成人式のエマで、それも潔がいいなって思って。普通やったらさ、うん、ちょっとさまだ残りあるからね、何関係のこと書くけど、紅白君はもう未来のこと書いてたから、もう2022年のその目標みたいな、そう目標書いてたから、そこもそれででも察するのさ、言うのはすごいよな。だって他にもさ、まだそういうなんていう特にさ詳しいこと書いてない子もまあいたっちゃいたやん、うん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 、その卒業しないのに。確かに刺しちゃったね、すごいね、言うのだけだよねマジで。嬉しい。いやそれはパクパク隊の絆ですよ、長年、ね、長年って言ってもさ1年ちょっとやねんね、でもめっちゃさ短いっちゃ短いやん、うん、けどなんか長い子感じるよな、うん、だってさこう毎日会ってる友達よりも長いやん、うんうん、なんかその濃かったよな、日誌が濃かった、うん、しかもなんかもういっぱい壁乗り越えてさ、うん、なんか確かに なんかやっとなんかな、うん、大変やったけど、あ めっちゃもうなほんまにた、うん、なあったよね続いて発表して今どんな心境、どんな心境、難しい、どんな心境発表して、うん、なんかちょっと変わったこととか、変わったこと、何やろ。でも同期とかがメンバー、うん、先輩とかファンの人とかみんな寂しいとか言ってくれて嬉しかった、うんうん、確かにそれ言うよ、寂しいもん、優しい。いやそれはコハくんがその NNB に入ってその NNB にそんな貢献じゃないけど結果を残してきたからこそみんなにそう惜しんでもらえるっていう、優しい。それはほんまにコハくんが誇っていいことだと思います。私はありがとう、優しい、うん、そうだね。だからそんだけ惜しんでもらえるってことはそんだけ、うん、NNB で活躍したっていう証ですよね。優しいユナくんっていうのは本当に思います。コアタン理解できるのはユナなんですけどね確かにここまで詳しく攻略してるのはユナくんだけかも。嬉しい、ユナナありがとう、ありがとう、優しい、ほんまに。いや、ねえ、ほんとユナ思っててよかったって。続いてお、ちょっと壁壊れんかなNNB に入ってよかったこと、また成長、自分自身成長したなって、めっちゃいろんな良かったこと、うん、まずはゆなくんと会えたこと、あー嬉しい。やっぱでも同期とね、うん、なんか今までないやん、なんかそういうなんていうんやろ、あんまりずっと一緒にさ、もう朝から夜まで一緒にいてさ、うん、何か一つのことを乗り越える人とかさ、うんうんうん、おらんやん、友達とかでもいいから、うんうん、そういうなんか同期がいたことが一番良かったかな。ファンの皆さんのもに会えたこともいいし、なんかもう出会いやな、そうやな、まとめたらそのほんまに入らんへんかったらこんなな、いろんな方と出会えなかったし、うん、出会いに感謝ですよね本当に。皆さんと
動機と。こんばんは。じゃあ成長したこと。成長したことなんやろう。え？めっちゃさ。でも喋ることはじゃあ。アンコールがある。確かに。もうさ何も考えずにでもさ喋れるんじゃない？それやばいな。それやばい。でも確かに最初と比べたら。すごいもん。最初もすごかったけど、最初からなんかもう離れ感がすごかった。こんばんは。トーク上達。もう最初びっくりしたもん。もうってさ、怖かったんって叫んで、もうすぐに LINE したの覚えてる。いいな、もうめっちゃ怖かった。ナンコールガール大好き。すごい。そうやってなんか自分の地位を確立していってたのがすごい。本当に続いて、あと残り3日ですよ。実感はありますか？実感はないです。あんまりどうやろう、ないかも。けどやっぱ今日のこの配信でちょっと、うん、確かに前夜祭じゃないですけど。でもなんかモバメとかでファンの人からみんなからなんかもう寂しいとかのメールが来るから、なんかそれでちょっと実感してるのもある。こんばんは。こんばんは。2人は根がしっかりしてて真面目なところは似てるのか。確かに7期で大学行ってんのも2人やし。あ、ほんまや。唯一の大学メンバーです。ほんまやん。まあ大学も大変やしな。なテストやしな最近は。みんな今日で終わりましたけど、おめでとう。一足先にほとんど。でもサイコポーズ、アキタンと呼べることが成長かな。割と初期やんな。でも成長って確かに。ケイナは最初めっちゃ怖くて無理やったけど。アキタン、ケイナ今も呼んでないで。アキタンと今どんなん？まあ、アキラ先生。鈴木先生も二等賞したよ。ゆなくんも来るから。はい、行きます。確かにファンの方とお話できず卒業になるのは寂しい。確かに。これみんなさんどうぞショールームでたくさんね見てください。ピオラジを。そう、今日はねちょっとねそうやってコハッタのねファンの皆さんにもね楽しんでもらえる、はい、優しい。こういう企画を大好き。チュッチュッハート。ピオラさんはもうねコハッタのこと大好きなので、パクパクタイミー、パクパクタイミーの好きなのね。続いてこれは一体今も気になる。卒業後 SNS は続けるんですか？何にも決めてない。何にも決めてない。決めてない、うん、おお。どっちとも決めてないかな。何も。これちょっと聞きたいですね。聞きたいですか？はい。じゃあ鍵垢とかにするってことですか？いや、ほんまに何も決めてないかな。どうしよう。みんなどうしてるんやろ。やめ卒業した人。刻んといてって。みんなそれぞれ鍵をかにショールームになろう。ユナに続いて。みんないろんな感じか。バラバラらしい。今まで通りが良き。鍵垢にしたメンバー人による。何にも決めてないんです。じゃあたまに出没するぐらいでいいと思う。
えけその芸能界とかはもうまだ、うん、その追い続ける、いやもうでもそんなかな、分からんけどまだまだけど分かんないですよね。学業が基本的かな今は。うん、あユナナラブレターとかで登場してほしいって。こんばんは。確かにね、やっぱ、うん、消した方がなんか思い出じゃないけど、確かになんかメンバーとのな、うん、その寂しいって声もな残ってるの消したら寂しいよな。確かに自分がその頑張ってきた証じゃないけどさ、うん、やな。投稿成果置いといて一応今のは置いとこうかな。じゃあ、おまだ分かんないけど分かんないけど生きた前向きなコメントをいただきましてありがとうございます。うん、では最後の質問です。最後の質問です。はい、コハくんにとってファンの皆さんの存在は、これは私が特大に、ね、やっぱり、はい、あれかな、なんかもう頑張る活力、この活動はいはいはい、ほんまにほんまにもうほんまにそうですよね。メールのお返事とかめっちゃ嬉しいよな。うんうん、うん、もう悔しかったこととかも辛かったことあるたびに、うん、こう来てないけどちょっと更新のしてるぐらい、確かにほんまにちょっとラグあるもんな。そうちょっとラグあって、まだかなまだかなってぐらいにほんまに元気もらえますよね、皆さんが思ってる以上にあのラブよな。そうラブですよ本当に。届いてるかあれやけど、みんなにこんばんは。そんな気持ちねえ、なんかやっぱり直接すぐに、うん、あの握手会とかもなかったよ、話できへんから、なんかさ先輩メンバーさんも言ってたけど、なんかちょっと溝がそのオンラインだけで溝ができちゃうみたいな話してたけど、ほんまにでもコアたちにはさ届いてるよな。そう全然届いてるので、ありがとうございます。ひでくんはたとやっぱけどなんかこはたんと共感もできることが多くて、何に関してもなんか昨日もレッスンとかで辛かったことがあって、それを初めて話せたのがこはくんで、うん、でも心がめっちゃ楽になったのめっちゃ覚えてます。嬉しいって感じで10個質問も終わっちゃったんですけど、ありがとう皆さんちゃんと聞いてましたでしょうたくさんコメントありがとうございます。これもこの回答は紅白のファンの方永久保存版ですよね。永久保存版ピオラジはい、ではねもうこれで終わりたいと思いますってなると思う早いこれで終わりと思いましたか。思いません。思いませんか、うん、早いですねけどこうやったら企画知らないでしょ。企画知らない。ちょっと待ってくださいね何が起こるカラオケが諸事情ではできないことしか知らんちょっと向こう見て、あじゃあこれつけてちょっと話しとくわ。何が起こるんかな。すごいゆなくんのなんか企画があるらしい。ちょっと目つぶっといてな。はい、ちょっと目ちょ一瞬だけ目つぶって。で今目開けていいの。いいよ。あ似合ってる。やったー。ですね、はい、なんと私からお手紙があります。やばほんまに知らんかった。ちょっとかわいいし、なんかシナモンみたい。では嬉しい。2回目やユナからの手紙、はい、いきますね。泣いちゃう。
パクパク副隊長コハくんへ。はい。コハくんに手紙を書くのはこれで2回目だね。1回目はコハくんの大切な生誕祭の時書いたんやけど覚えてる？覚えてる。そういえばユナの生誕祭の時はコハくんが書いてくれたよね。うん。そうやってコハくんといえばユナ、ユナといえばコハくんと思ってもらえるんだと思ってとっても嬉しいよ。セットでやらせてもらったことといえば昼方夕方 NLB さんにも一人で出してもらえたよね。初めての前座も任せてもらってドキドキしてたけどコハくんはいつも通りのコハくんやったからめっちゃ安心したし心強かったこと覚えてるよ。コハくんはほんまに他人とは思えへんくらい感覚思考が似てて加入当時からコハくんにたくさん助けてもらったことがすごく思い出です。もっとたくさん一緒に活動したかったっていうのが本音だけどコハくんはすっごい才能の持ち主だからこれから先どこでも活躍していけると思います。コハくんの歌声大好きやしまだまだ夢に向かって進んでほしいと心の底から思います。これからは同期の仲間兼友達になれると思うとすごく嬉しいです。これからもずっと仲良くしてくれますか？はい、ユナもしてください。コハくんの NNB48 ラストステージに呼んでいただけたこと本当に嬉しいです。今までコハくんが泣いてるところ見たことないんやけど卒業公演で泣いちゃうんかな。それともいつものニコニココハくんなのかな。見どころやな。ほんまに寂しいし寂しいし寂しいけどコハくんの分まで背負う気持ちでこれからもユナは頑張るので、コハくんも絶対に幸せにパクパク隊しながら過ごしてね。はい。パクパク隊は永遠だよ。今まで本当にありがとうこれございました。これからもよろしくね。大好き。大好き。パクパク隊長早くいいのより。ありがとう。え、嬉しい。ちょっとギューしたいけどディスタンス、ありがとう。ユナくん知らんかった。嬉しすぎる。やば。そしてまだあるんです。え、まだあるらしい。これは私とコハくんの思い出の、え、かわいすぎ、パクパク隊フォーエバー。作ってくれたの？はい。優しい。無理。ちょっと色紙です。いや、これ初めての手紙のシーンや。そう、初めての手紙。嬉しい。やば。え、ありがとう。私大体、え、嬉しい。本当に泣いちゃいそう。でこっちだと。ありがとう。飾るね、家に。え、嬉しすぎる。ありがとう。なんか悲しい。もう泣いちゃう。ほんま。やばい。すごい。かー。みんな見てよ。もうこれなんか卒業セレモニーみたいじゃん。ドライフラワーです。これはこれからの人生が幸せで、やばい。いいの？はい、ありがとう。しかも可愛い水色。そう、コハタ水色。めっちゃコハの好きな色ばっかり。え、なこれはドライフラワーやから1年間持つらしい。え、すごい。ずっと飾っとくわ。そうなんですよ。え、ありがとう。めっちゃ出てくる。次々。ごめん、もうないねんけど。めっちゃ嬉しい。かわいい。え、嬉しすぎる。ありがとう。はい、飾るね。悲しい。え、ほんまに嬉しいよな。ありがとうございました。え、ありがとう。あのピオラジにもたくさん出てくれて、コハくんはもう卒業、今日辞めるんかなっていう気持ちになってきたわ。けどこれで卒業時間あるよ。実感もしてきた。さっきの10の質問の時せんかったけど。ユナくん
ていうのを怖くて本当の友達になれるのは本当に嬉しい。もうなんか親友やな、うん、けなんか本当はな全然ほんまはライバルって思わなあかんかったやろうけど、うん、確かに NNB 当時も怖くも全然ライバルって思えなかった、うん、なんかちゃうかったよな、うん、なんかお互い家族みたいな仲間みたいなすごい。しかもここに言葉もそうめっちゃさおしゃれやなと思って。ユナセンスありすぎじゃない？え、そう。しかもこんなんもついててすごい。これあれやんミユのなんかあの噂のやつや。え、かわいい。かわいいよな。え、ほんまにかわいい。マジで嬉しすぎる。お花屋さんでずっと飾るな。お花屋さんで選んで。ありがとうユナ。ほんまに嬉しい。ドライフラワー歌ってるウーカさんのさ曲が流れながら、うん、それ全然思ってなかったのにこれ見たらもうそれ思い出すよ。そうウーカさんがあの歌唱力の予選の時、うん、ドライフラワーって曲歌ってらっしゃってその曲うーんやばい。結構不器用なんですけど結構めっちゃなんか可愛くおしゃれ。飾るわ絶対家に部屋に飾る。嬉しいやばい。もうセレモニーで思い出すかもこのこと今日のこと。嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。やばくないですか。もうコナのファンの人ちゃんみんな見に来てる嬉しいだけ聞こえていいよ全然。ありがとう嬉しすぎ。ほんまに嬉しい言うな。こんな用意してくれてたのピオラジ で, そうなんです。嬉しい。ありがとう最高の配信だった。ありがとうって言ってる。優しい。ほんまに怖くはけど椎茸が嫌いなんですよねはいそうなんです。卒業公演あと3日ですよ。奈良のけんちゃんもあなたありがとうございます。ありがとう。かわいすぎるほんまに嬉しい。しかもずっと飾れるやんドライフラワーやったら。そうなんですよ。ありがとう。二人の友情の深さ改めて。でもなんでさこんな仲良くなったかきっかけはさなんかあんま分からへんくない？第一印象じゃお互いの第一印象の人。あいいよ。第一印象コアさんは、うん、めっちゃさポリテしとってね。あ確かに、うん、めっちゃポリテ可愛くてコアさんポリテめっちゃ似合うんですよ。絶対エナのポリテよりも似合ってぐらいポリテが似合うんですけど、めっちゃ笑顔が可愛くて天使みたいな子、うん、もうお肌も白くて天使みたいな子だなって思った。エナはねもう入った時からユナってもうオーラが出ててなんかセレクションのなんか何おったかな十何人おったけどユナがいたからめっちゃまとまったよな。ほんまに。本当に、うん確かに。ユナがなんかみんなのことをそのもうオーディションでまだ合格するかも決まってない時からなんかみんなまとめてくれてな。ユナのユナのおかげでなんかみんなと仲良くなれた。確かにさ、うん、なんかさ受かった時もさ、うん、いいのでなんかその A チームと B チームあったけど B チームのやったけど受かったらみんなユナのとこ集まってなんか受かったみたいな感じでみんな言ってたからな。あの頃は楽しかったわあけどねそう。あとはねレッスン着が可愛い。やったー。今はもう寒くてお腹全然出してる。お前お腹出してよ自慢のお腹。もうけどあの昔の方がもう自信過剰、うん、もう自信満々のユナ、ま、
もうリーダーやだって感じでした。でもだん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 もう自信がなんでもっと自信を戻して、ね、取り戻して。最近はもう影の隅っこに黒大好きみたいな。ダメ、ピンク、ピンクでお腹出して。そうなんですよ、最近も黒大好きな感じになってるんですけど。オーディションの頃なんかあるかな。でも一緒になんか帰るとき列になって帰るときも一緒に隣やったな。2列ぐらいで帰ってたときも隣。コアタンとミエタンと3人が近かったな、うんうん、確かに。オーディションのときはな、わーちょっと戻りたいな、戻りたいな。なんかあれはあれで楽しかったな、うん、大変やったけど、頭の形が同じやった。大変やったけど輝いてたな、あの頃は。今までよ、ありがとう、コハタンもだよ。中学校の闘技校今のハチキちゃんとか見るとさ、やっぱりどうなん。全然コハ、あの成人式の2人としかあんま喋ったことないね。なんか七期がいかにあのみんな、うん、なんかあの自信満々や。でもなんかあきら先生も言ってた、あきたもうなんか七期の方がなんかうるさかったなみたいな感じで、なんか七期生はユナタイプの方が多かった。なんかみんユナタイプというか、もうユナもコハタムと似てるし、うん、みんなみんな感じたい、うん、なんかハキハキしてるっていうか、うんうん、そんな感じやった。こんばんは。ユナタイプ。ユナタイプってめっちゃ自分大好きな子。てかこれユナなんやな、やんなこの。そうですよ。かわいい。ユナ。ユナ。ついて。そう、これも自分で書いたの？そうなの。すごい。そうなんかなって思ってた。たまにコハもショールームした時さ、ファンの人がユナの。うん、あ、ほんまに？自信満々がよく出てる。今日のコハくんがいたから、ほんまにユナは乗り越えてたなって。うそ、優しい。ほんまに思います。でも確かになんかリハとかが楽しくなったよな。うん、確かにリハ楽しかった。ライブとかのね、こんばんは。こんばんは。パクパク隊が普段どんな会話、けどなんかやっぱりさ年齢が近いし、うん、好きなものが好みが似てるんですよ。シナモン大好きだしね。そうなんです。昔話聞いてるともう一回小春ちゃん押したいから、あの頃にタイムリープタイムリープ。さっき特別配信のゆきのちゃんがゆなの最近話しかけてくれて嬉しいって言ってたよって言って、お嬉しい、先輩してるゆなくん。いやめっちゃ可愛いんですよね、ゆきのちゃん。なんかもうみんなのツイッターとかで7期生の28期の子みんな載ってるけど、みんな可愛い、うんうんうん、ほんまにみんな可愛いんですよ。だからよくしくじる話をしにまだ何しくじる話ってユナみたいにはなれないなんでなんでなんでじゃあこういう失敗したから、うん、失敗してないやん。あけどあったことがあって、あその出来事に対してね、うん、こう同じこういうのユナもこういうのやってんけどなって。めっちゃいいやん、いい先輩やんな、うん、なまた自信自信そういうとこあれなんですけど、モロバンしくじる先生けどなんかもうそんな自分をさ、うん、このあの時はしくじってたなとか見つめ直せれるようになったのはちょっと成長できたなっての思いますね。もうまあもう二十歳なんてって言って、あもうちょっとそう、あとでもほんまや、コア
も、コハも、コハもまだやけどな、もう3月で3月6日お、あの3月6日のお花がデイジーやったんです。そうなんや。そのデイジーがなくつくししか知らんかった。つくししか知らん。デイジーにしようと思ったんですけどなくて。でもさ、ユナも来年やんな。そうなんです。早くない？早い。早いな。そう思ったら、うん、コハタンとさ、そうやね、そんな変わらへん。4、5、6、7、8、9、6ヶ月、半年。誕生日あってことは誕生日にツイッターで出てきてくれそうです。やっほー。そう、二十歳やな。ユノもやん。ユノももうすぐやん。すぐ。そうなんです。なあ、すごい。ユノ二十歳に見える？見えないよね。わかります、わかります。8期生のファースト JK さんに、わかりますよ。サカタン、マコチ、あ、アミちゃんだ。すごい。かわいい、みんな。タグつけて誕生日お祝いするやつやって。20歳からあっという間やって。やばい。どうする？知らん間にも30歳とかなってるかもしれへんね。やばい、やばい。確かにインスタを始めてもいいかもしれない。ああ、お前書いてる。確かに。コア君おしゃれなので。そのいつも言ってくれね。ユナだけやで。そう。え？そんな言ってくれね。ユナだけやで。ビスのやつにも。え？あのビスのウェブの方に載ってるかもしれない。うん、何を？おしゃれな子みたいな。え？コア名前あげてくれた、うん、優しい。さっきユナのビスのあの本の方見てたね。そう、優しい。インスタ着たいって。いや、みんな着たいって。シャレオツとしたいっす。それね、ニカ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 。これマスクちょっと、これかわいい。タムタムポケットにさ、ここハートなってんのかわいい。スクショタイムやろ。あ、いいよ。ちょっとさ、コハくんとさ、うん、コンサートの時とかもさ、横座ってたしさ、ちょっと隣にいたからさ、最近なファンの人から、そう、何もばめで最後もうな日にちないから、うん、どんな写真みたいですかって言ったら、同期とのツーショットって返信もらって、めっちゃ探してたら、もうユナのツーショットめっちゃ多かった。やばー。ほんまにコハたんと僕は座ってたから。ユナくんはもうこうやって一人で今も、なんで相方見つけて。いいよ、候補生、パクパク候補生。8期生から。確かに8期生に行っちゃおうかな。こんばんは、こんばんは。コアタの声は一度聞いたらめっちゃ耳に残るか、大ファン。大ファン、やった。そう、パクパク隊しか勝たないんですよ。パクパク隊のツーショット届いたやって。さっきもワメでな。あ、そうなんですか。そう、送ったの。ありがとう。和田美優も確かに結構パクパクしますよね。確かに、あの好き嫌いあるけどな。好き嫌いこうやったら本当に見ちゃうの。パクパクフォーエバー書いたから、パクパクフォーエバー。確かに書いてた。お前や、みんな見えるかな、ピンクやから。嬉しい。なんかちょっといっぱい書こうかなと思ったんですけど、シンプルに。確かに飾ったら見やすい。そうそうそう。でなんかもっとでっかい色紙持ってんけど、うん、ちょうどいい。ちょうどいい。でかすぎない方。部屋に置ける。
そう嬉しいよ、ゆまくん大好き、ピオラジマの一番ね多く出てくれてる、ね、あそうなんや、お姉ちゃんの次に、あお姉ちゃんの次にそうなんです。なのでピオラジ一度、ピオラジ関係者一度感謝してます。そんないっぱいおった、はい、こんな双子じゃない、双子です、寂しいな、寂しいな、って感じでもう企画は以上になるんですけど、うん、嬉しか、ほんまに嬉しかった心の底からあっという間ですね、うん、最後のピオラジはちょっとピオラジっぽくなかったですけどどうでしたか。でもめっちゃ嬉しかった、番外編って感じがした、今まで出てきた分確かに知ってますもんね、嬉しい、やばい、ほんまに優しいな、こういうなんかもうみんなになんかなんていう、もう見返りを求めない優しさもユナの大好きなところです。なんけどなんかもうそのコハタにはめっちゃ感謝しかないから、もうこんなんやってもしきれへんくらい、ねえ嘘やん、思いながらユナはめっちゃ作って楽しかった、そういう瞬間もめっちゃ楽しかった、ピオラジで好きなコーナー、ピオラジで好きなコーナーはえめっちゃあるで、でもユナがあれあのいっぱいいろんなこんななんかボックスとか作ってるのとかも好きだったし、あのなんか今週食べた好きな食べ物ランキング発表するとこパク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 大報告そうありましたね。けどねあの2022年からまたリニューアル、あリニューアルするんや、そうなんですよ、おーすごいみんな楽しみですねパクパク大、いやコア君の心に春が来ますように、うまいうまい、こんばんは、最後にあのパクパク大事な、うん、折坂小春さんの名札、はい、あ名札をは折坂小春さんに譲渡したいと、おくれるんだ、あの水色のやつですね、かの有名な、はい、初代からいただきました、ありがとう、コア君これからピオラになるの、はいピオラになります、なんでピオラになるのね、あゆきのちゃんだ、あゆまさんやって、かわいいさっき言ってた子、そうです。なんかゆきなちゃんがあの7期と8期でなんかお互い踊りを見せ合う、ダンスを見せ合うみたいな時があって、フリーの時間で、うん、なんかこうやってゆきなちゃんに言ってゆきなちゃんがこうやってかわいいね微笑ましい、うん、かわいい、優しい、見に来てくれてるんや、さっきの配信で見に行くって言ってたよ、あそうなんですね、うん、かわいい有言実行だみんなと仲良くなったもん、はい仲良くなりました、みんなそういえばねあの中学校の部活で、うん、後輩って仲良かったんですよ、えユナ何部やった、あの加藤作法入ってそうだから多分仲良くなれそうです、素晴らしい。では最後にスクショタイムもう一回って。本当に今日は卒業間近の、ありがとう、こんなにね、ゆな君貴重なお時間に。来てくださいました、まあ、本当にありがとうございました、コアのために全部企画を考えてくれてありがとう、これからもずっ
ともということで、では最後にランキング読んでいきたいと思います、うん、思います。一緒に、多分コハタのファンの方もいるので、あ、じゃあ一緒に読もう。せーの、13位、野原のけんちゃん、ありがとうございます。12位は、何気にピオラ見習いさん、ありがとうございます。12位は、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。11位は、谷切ピオラ見習いさん、ありがとうございます。10位は、ゆうきにゃんにゃん、ありがとうございます。9位はマッチュンチュン、ありがとうございます。8位はピロピロシタンさん、ありがとうございます。7位はビョンビョンビョンちゃん、ありがとうございます。癖強。6位はコロコロワン、ありがとうございます。5位はコトちゃん、ありがとうございます。4位はゆうちゃん、パクパク対コハタン、元気でね、未来に幸あれだって、やばー、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。3位は、あ、ひでくん、あのパクパク対推しでずっと言ってくれてたひでくん、ありがとうございます。2位はラッチンチ、ありがとうございます。そしてハイラチンはドゥルちょっと今あのね、今ゆなくんがつないでと言われています。本当に嬉しいです。みんなゆなの優しさが、伝わりましたか？大好き。しかも来て飲み物もくれて、これも